はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではミニマリストの生活費紹介と節約生活についてお話を伺っていきたいと思います。向井さん、よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、ミニマリスト向井です。ツイッターにて狭い部屋でも快適に暮らすライフハックを発信しています。はい、よろしくお願いします。ということで、向井さんはですね、2021年の秋頃にお仕事をお辞めになられて富山から、上京されてこられたと、はい、で今休職中で、はい、貯金を切り崩しながら節約生活を送られているミニマリストさんなので、今回の動画ではもともとその地元で同棲生活をされてたということなので、はい、その時の生活費と今現在のお一人暮らしのこの4畳半の生活の生活費を比べていきながら、節約ポイントだったりとか、まあ、今後のプランだったりとかを伺っていけたらと思いました。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、こちらが向井さんの同棲時代の生活費と今現在のお一人暮らしでの生活費の比較になります。はい、ちょっとね、人が家族構成というか人数が違うのであれなんですけども、まあ、節約ポイントとかね、多分その今無職でね、貯金切り崩してる生活なので、はい、まあ変わってきたのかなということでご紹介していただけたらと思います。では早速ご収入の方からいきたいと思うんですけども、はい、同棲時代は29万円で今現在0円というふうになってるんですが、この同棲時代っていうのはどんな感じでご収入があったっていう。収入の内訳がまず自分の手取りが大体25万ぐらいで、はい、彼女から光熱費とあとインターネット借り返してないとかそういうのを払ってもらって、それ大体4万ぐらい。お、なるほど、はい、まあ、ちょっとご収入、その家のためのお金をいただいてたっていう、そういうことです。で今現在はまあ無職なので収入はゼロと。ゼロです。ということで、はい、ありがとうございます。でまたいずれその失業保険の方で、あ、はい、インカムが入ってくるっていう感じですもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。では生活費の紹介していきたいと思うんですけども、固定費からいきたいと思います。お家賃ですね。お家賃が昔6万2000円で、はい、今現在4万9000円ということで、まあ、この辺やっぱり大きく変わってるんですが、この辺なんかどういう意識のもと家賃変えたとかありますか？まあ、当時が富山で今東京で、そんな家賃変わってないと思うんですけど、うん、でも実際一人で東京住む人は結構かかるじゃないですか、うん、なんでまあ家賃は本当に狭い部屋でもいいから極力抑えようって。お、なるほど。でこちらの物件決めるのなんか最初5万円台ぐらいで家賃を決めようと、はい、検索条件として、うんうん、共益込みで5万以内っていうところで決めしました。はい、まあ、4万9000円で5万円切ったわけですね。はい、はい、で、まあ、実際に駅近で 4.5 畳で、そうですね、はい、こちらを見つかったと。ありがとうございます。では続いて駐車場代で、昔5000円で今0円となっているのは車を手放したからですか？当然そうですね。おお、なるほど。まあでも5000円だけでもね、年間6万円になるから大きいですね。あ、そうですね、やっぱりそこも大きいのかなみたいな。はい、でもともと向井さんそんな車に興味もなく、はい、そうですね、どちらかといえばそんなに興味がない方だったので、うん、移動手段としてやってたから、はい、むしろ手放してよかったって感じでしたっけ？そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では続いて奨学金なんですけども、はい、昔2万8000円で今2万6000円ってなってるのは、これなんか変化があったのは何か理由あるんですか？あ、実はそのちょっと貯金があるうちに3種類ぐらい賞金あったんで、その1つを一括返済しました。はい、あ、なるほど。その理由で2000ぐらい月々減るっていう。なるほど、返済額が減ったわけですね。はい、まあ、それも本当貯金貯めてたからできたって感じですね。まあ、そうですね、はい、ありがとうございます。で続いて保険なんですけど、昔1000円今が0円ということで、あ、会社の方で確か生命保険かな、うん、入っててそれがもうなくなったんで、はいはい、退職されて、そうですね、ということですね。はい、はい、続いて通信費なんですけども、昔7000円で今1200円ってなってる、何か理由はありますか？まず当時住んでた部屋の光回線のお金が4000かかってました。で今通信費引っ越した先ここ0円なので、うん、メロで使えるんでそこが0円、はい、で残りの3000円は携帯のプラン料金、うん、だいたいアハモで3000円ぐらいだったんで、うん、で1200円、まあ、なんですけど、携帯電話が今楽天モバイルとマイネオの回線併用してて、うん、それで通話料無料でちょっと回線速度遅いけど、まあ、1200円で使い放題みたいな、そういう状態なんで。なるほど、なるほど。っていうので、まあ、通信費が大幅に減った、ね、ということですね、はい、ありがとうございます。で続いて NHK さんへの支払いが2200円から0円になったと、はい、いうことで、まあ、テレビを手放したと。そうですね、いうことですね。住んでた頃はテレビだったんですけど、うん、今もうないので、おお、もう NHK さんを解約して、そうですね、解約して、で今ではもうポッピンアナジンというか、そうですね、これで YouTube と、まあ、Amazon プライムで映像を見てるっていう感じです、うん、はい、ありがとうございます。続いてサブスクなんですけども、昔3300円今が1000円ってなってるのは何か変化はありましたか？あ、昔はよく昔からジャンプ読んでたんですよ、うん、でジャンププラスっていう、その週刊ジャンプが電子版で読めるみたいな、それに入って、それが月々1000円、おで、あと Amazon プライムがだいたいクレジットカードで入ってたんで月々400円ぐらいなんですよ、うん、実質的に、はい、で、Amazon ミュージックも入ってそれが780円ぐらい、はいはいはい、であと YouTube プレミアムが1180円で合計3300円ぐらいっていう、はい、
っていうところですね、はい、でこれが昔3000円ぐらいのサブスクに入ってたと。そうですね、合計、はい、はい、で今現在は何を減らしていくらになったのかっていうのは、まずジャンプラスを解約してあのコンビニで読むようにしました。へえ、はい、まあ、収入がない状態なんで。ああなるほど、確かにちょっと贅沢はできないと。贅沢はできない、はい、であともう一個減らしたのは、あと Amazon ミュージック減らしました、はい、それは何か理由はあるんですか。あの後から知ってたんですけど YouTube プレミアムになると、うん、その YouTube ミュージックもほとんど聞き放題なんですよ。へー、だから別に Amazon ミュージック買えなくよくってなって。なるほどなるほど。でそれで、はい、出ないんですと、はい、で YouTube プレミアムも600円に減ったんですね。はい、あの支払いをあの台湾から支払う。あ、なんか秘密の裏技なんですね。秘密の裏技があって、はいはいはい、そうすることであの大体半額ぐらい、へ、550円とかそんぐらいになるんで。台湾の物価が低いからですか。特別価格。本当はなんかインドとかで接続するともっと安いんです、うんうん、もっと安いんですね。なんかカードの決済の関係でできなくて。なるほどなるほど。できたのが台湾っていう。それはどうやって知ったんですか、その YouTube プレミアムの安くできる裏技というか。それと実は YouTube に載ってたんですよ。あ、そうなんですか。公式じゃないですけど、ね、その YouTube の投稿者が載せて、はいはい、けてあって、うんうん、あ、こんな安くできるんだみたいな。なるほど。いや本当にね、 YouTube プレミアム多分日本でやると多分1500円とかするんですよ。そうですね、結構高いんですけど。そうだから節約したい方は、まあ、そういう裏技もあるそうなので、はい、あのぜひぜひちょっと検索して調べてみていただけたらと思います、はい、なので今残ってるのは Amazon プライムと YouTube プレミアムだけの980円と、はい、大体そんぐらいですね。ということで実際サブスク減らしてみてどうでしたか、はい、なんか良かったこととか。あ、まあ、まず Amazon ミュージックは本当に減らしても全然問題なかったですね、うんうんうん、まあ、ジャンププラスはちょっとあの毎回コンビニに行かなきゃいけないっていうのがあって、まあ、ちょっと面倒ですけど、ね、面倒だけど、はい、まあ、節約のために、まあ、死にないから嫌だみたいな。まあそうですね、しょうがないところは。なるほど、はい、ありがとうございます。という感じで固定費は以上になりまして、続いて変動費に移ってまいりたいと思います、はい、光熱費も大きな変化がありまして、電気が8000円から3500円に減り、ガスも7000円から2000円に減り、水道が3000円から1500円に減って、まあ、これは一人暮らしになったから減ったっていう。あ、そう、単純にあの半分になったから当然、はい、あの電気代も減るみたいなっていう感じですね。光熱費でなんか普段節約意識としてなんかやってることとかあったりとかします？なんか自然に減ったって感じですか？あ、そうですね、やっぱり2人が1人になると半分ぐらいになるかなみたいな、うん、確かに。でお部屋もね、あのちっちゃくコンパクトになったから、まあ、部屋もね温まりやすいしみたいな。暖房効率が当然上がったんで、はい、その普段1日中エアコンつけてるんですよ、うん、あのよほど長時間外出しない限り、はい、それでもだいたい冬場でも3500円ぐらい。おお、なるほど、っていうことですね、はい、あれ普段お料理とかってされるんでしたっけ？あ、一食は作りますね。あ、なるほどなるほど、はい、で1日2食とかでしたっけ？あ、そうですね、はい、昼と夜、うんうんうん、はい、っていうので、まあ、それでもね全然ガス水道代とかも安いですし、はい、はい、まあ、ざっくり全体で6000、7000ぐらいですもんね。あ、そうですね、半分ぐらいになってる、はい、すごいですね、はい、これだけを1万でもまあすごいなと思うぐらいだけど、はい、あ、合計か。そうですね、はい、では、続いて食費に移りたいと思います。昔5万円で今3万円ということで、これはなんかどういう変化があったとかってありますか？やっぱ会社員の頃割とよく出勤前にコンビニ行って、でなんかいろんなもの買って結構お金使ってたんですけど、うん、今はそれがなくなって、はい、まあ、基本的に一食は家で作って、うん、で晩ご飯も軽くなんかワンコインぐらいで済ますぐらい、ね、うん、そういう心がけしてるんで。なるほど、まあ、コンビニに行かなくなったのが大きい。そうです、頻度減りましたね。お、まあ、それもあれですかね、その仕事がなくなったっていうのも大きい。時間にゆとりがあるんで、うん、料理も簡単な料理だと作れるんで。そう、時間に余裕がないと頼りがちになりますもんね。これ僕も経験あるんですけど、はい、っていうので、まあ、食費が減ったよっていうことですね、はい、ありがとうございます。続いて日用品なんですけども、はい、昔2000円今が1000円ということで、この辺はどういう変化があったとかってありますか？まあ、単純に2人から1人になったっていう理由で。なるほど、まあ、はい、物の量も減ったっていう感じで。そうですね、ありがとうございます、はい、では続いて、この辺は全く変わっておらず、被服費と美容費と化粧品はもう昔も変わらず、まあ、そうですね、そこは変わらなかったです、はい。で、まあ、被服費は5000円で、美容費は2500円で、まあ、これ2ヶ月に1回で。あ、そうですね、髪切るのが5000円、1回5000円で2ヶ月に1回ぐらいだから、うん、だいたい2500円ぐらいからみたいな、はい、で月換算でしていただいたと、はい、で、化粧品も500円500円でね、もう変わらずっていうことで。そうですね。ちなみに被服費と化粧品とかに関して、はい、なんか節約ポイントとかはあったりとかはしますか？被服費なんですけど、その新しい服を買うときに自分の持ってる服とちゃんと合うかどうか、うんうんうん、持ってる服少ないと把握してるんで、うん、ちゃんと分かるんで、物を少ない方がいいなと思います。確かにこれ服が増えて合わせるのが難しくなって、ね、買ったはいいけど結局捨てるってなったら、まあ、もったいないですもんね。そうですね、なんか服多いとなんか合うやろみたいな、はい、そういう風に思って勢いで買っちゃうけど、うん、実はどれとも合わないみたいなことはあると思う、うん、そうですね。なので、まあ、本当服装もシンプルにして数を減らして節約になったかなというところで、はい、ありがとうございます。では続いて交通費なんですけども、昔が1万円で今が7500円ということで、この辺はどういった変化がありましたか？
ガソリンの消費から電車賃変わったと、うん、あ、なるほど。それでまあ大体2500円ぐらい減ったというところ で、 そうです、ね、ありがとうございます。では続いて交際費が昔が5000円、今が1万5000円ということで増えてるわけですね。この辺はどういう変化があったんですか？まあ、引っ越したばっかってのもあって、東京にいる仲間友達とかにちょっと結構会ってたんですよ。あ、まあ、でも大事ですからね。そうです、はい、ちょっと嬉しくていろいろ酒とか飲んでたら、お、なるほど、ちょっとかさんでしまったと、はい、でもこの辺はちなみに交際費に関してはどう変わっていく予定とかってありますか？まあ、今の1万5000円ぐらいで継続するか、まあ、そうですね、ちょっと飲みに行くのさすがに減らして、うん、でまあそのもっと本当に会いたい人だけは飲みたいっていうことですね。まあ上京してきたからこそ最初はねまあちょっとハメ外してハメ外しすぎました、はい、ということでありがとうございます、はい、まあ大事な支出ですもんね最初はね、はい、では、続いて医療費はまあ今も昔も変わらず、そうですね、大体変わらないですね、はい、で図書費が昔ゼロの今2000円ってなってるのはまあ本読むようになったってことですか？はい、読むようになりました。なんかきっかけはありましたか？あのリベラルアーツ大学っていう YouTube、はい、チャンネルがあって、うんうん、そういうチャンネルでやっぱ本読んだ方がいいみたいな。おお、なるほど。なんかおすすめしてる本を片っ端から読むみたいな。お金関係の本ですか？ああ、そう、それもありますね。おお、なるほど。メンタルとかそういう心理的なものだったりみたいな。へえ、リベライの両学長のチャンネルに出会ったのも本当上京のタイミングとか？あ、する半年前ぐらいですかね。おお、なるほど。じゃあもう富山の時。そうです、富山の時です。から、リベライのチャンネル見てで本読んだ方がいいってなって本読んでると。そうですね。はい、いうことで実際どうですか？本読むようになって良かったこととかありますか？やっぱ知識が全然増えるなってなって、あと考え方も、あ、こういう考え方あるんだみたいな、うんうんうん、なんか本当にやっぱ読んでよかったなというか、おっていうことですね、はい、ありがとうございます。続いて趣味娯楽費なんですけども、昔2万円今が1万円ということで半分減ってますが、この辺どういった変化があったのか？前の趣味は結構ゲームとかやってたんですけど、今もゲーム売っちゃって、あ、なるほど。あのコントローラーちょっと直してたんですけど、それも売って完全に見ないなくしたんですよ。お、はいはいはい、って感じで、あの娯楽を、まあ、最近娯楽よりもその友達と飲むっていうそっちにお金が増えたんで、そういうのもあって、なるほど、それちょっと娯楽費が減ったのかなみたいな、はいはい、ゲーム分減ったみたいな感じですか？あ、そうですね、なるほど、はい、まあ、ゲームしなくなると節約になるよと。そうですね。ちなみにゲームやらずに、なんか楽しさ的には大丈夫なんですか？なんかハマったら一気にやって、うん、やらなくなったら急に冷めるみたいな。ああ、そうなんですか。そういうタイプなんで、なんか依存というよりは本当に気が向いたらやって、いつの間にかめちゃくちゃハマってるみたいな、そういうタイプなんで。じゃあ今はちょっと熱が冷めてきて、あ、そうですね。その分はまあちょっとお友達と、あ、それはあります、まあ、飲んだり食べたりするっていうのがメインっていうところですね。はい、ありがとうございます。で最後雑費に関しては、まあ、今も昔も1万円ぐらいで、上のカテゴリー以外のちょっと臨時支出的な感じで1万円用意してるっていう。例えばハンガーがちょっと足りないなとかあったり、うん、なんか家具ちょっと欲しいなとか、そういう時に雑費とかします、うん、はい、ありがとうございます。っていう感じで、生活費合計が同棲時代は233,500円で、今現在が169,700円ということで、はい、ざっと6万円ぐらいは節約になったというところで、まあ、ね、はい、実際に生活費減ってみてどうですか？なんか感想とかありますか、率直な。あ、なんか思ったよりこういう表にさ、初めて思ったんですけど、はい、結構思ったよりは支出が多かったなみたいな。お、なるほど。そう、この企画のためにそのこの生活費を作っていただき、作ってみて向井さんの中ではちょっと多いなって感じたわけですね。あ、そうですね、思ったより多かったなっていうのが、はい、ちなみにどの辺が多いとか、まあ、今後どの辺削ろうみたいなのは何かあったりとかはするんですか、向井さんの中で。やっぱりあの娯楽費というか、あと交際費を減らして、はい、あとまあ食費もちょっと減らせたなと思って。お、なるほど。食費はどう減らしたいとかはあるんですか？やっぱりそういう飲み会を減らすっていう、まあ質問あるんですけど、あと一人でお酒飲むのをやめたりみたいな。おお、なるほど。今は一人で、今年の目標として一人でお酒を飲まないみたいな。お、なるほど。まあ、飲むんだったら友達とみたいな感じで、ね、極力自分でお酒買わず、はい、っていうので節約していこうっていうふうになったわけですね、はい、ちなみに今生活費ざっくりですけど、まあ、多少ね月に前後はすると思うんですが、はい、まあ、今17万円ぐらいで、なんかどの辺目安にまで下げたいみたいなあったりとかしますか？あ、でも結構なんだかんだギリギリなんだなと思って、うん、はいはい、だからまあ頑張ったら 2,3 万ぐらいしか下げれないんじゃないかな。なるほど。っていうところをまあ目安にまあやっていこうかなっていうところですね、はい、ありがとうございます。で、まあ、当然今ご収入がないので、まあ、毎月その貯金する額とかもなく、はいはい、今切り崩してるって、むしろマイナスっていう感じですね、ですねありがとうございます。でも昔はちゃんと5万円ぐらいは貯金してたんですね。まあ、そうですね、休日出勤とか多かったんで、やっぱその分だけ貯まってるみたいな。なるほど。これはいわゆる向井さんの貯金なのか、まあ、カップル貯金みたいな感じなのか。あ、お互い貯金したのは大体1万で、うん、個人で貯金したのが4万ぐらいです。あ、っていうことですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、続いていろんなお金のインタビューしていきたいと思うんですけども、まあ、今現在その向井さん無職ということなんですが、はい、現在のなんか累計貯蓄額とかって教えていただい
くことって可能ですか？大体240万。はい。内訳は？内訳が、今、去年からNISA始めて、うん、で、ちょうど上限額の120万を投資して、はい、で、残りの貯金額が大体120万。おっていうことで、ね、はい、で、今もう本当現金と投資を、まあ、1対1、はい、はい、50%、50% でやってるということですね。はい、ちなみにNISA始めたのは、その留学長きっかけとかですか？あ、まあ、そうですね。おー、なるほど。始められたわけですね。はい、で、プラス、まあ、貯蓄額は、まあ、トータル240万円ということなんですけども、奨学金の方も、はい、まあ、借金というかあって、あ、まあ、そうですね。はい、その額が大体おいくらぐらいなんですか？大体400万ぐらいです。400万円ぐらいということで、まあ、資産と負債で足してマイナスしたらマイナスっていう感じですけど。まあ、利子がほとんどないので、まあ、投資に回した方がいいかな。そうですね。はい、本当にね、利子なければね、全然コツコツ、その負債の方は返していくでもいいです。そうですね。はい、ありがとうございます。っていう感じで、まあ、現金の方が120万ということで、こちらを切り崩しているみたいな、はい、その状態です。感じで、なんか今後のプランというか、はい、あったりとかはするんですか？あ、今後どう生きていくというか。そうですね。とりあえず3月に職業訓練受ける予定で、うん、はい、そこがもしまだ結果分かってないですけど、その申請の、うん、それ通ったら、まあ、3月から3ヶ月ぐらい、うん、あの簿記の職業訓練受ける予定で、はい、訓練が終わるのが3月が入ったら6月なんで、うん、まあ、6月末には就職できたらな的なっていうことですね。で、あとはその失業保険っていうんですかね、はい、こちらはなんかいつからおいくらぐらい受給されるとかって、学面の6割ぐらいって割りするんで、月々、うん、多分18ぐらいなのか。お、なるほど。またちゃんと計算してないんじゃないですけど、まあ、ざっくり18万円ぐらいぐらいだといいな的な感じです。はいはい、もらえる。で、それが、はい、2月ぐらいからもらえるみたいな感じですか？僕の場合は、10月末か仕事を辞めて、でそこから申請できるだけ早くしたんですけど、うん、それでも来るのが、2月の8日ぐらいですね。へから、半月分もらいます。15日分。あ、はい、2月は15日分で、で3月から、はい、手取りの6割分ぐらいはもらえるみたいな。1ヶ月分。はい、なるほど。っていうことは、じゃあ失業保険もらうにもちゃんと貯金しないと生活できないよっていうことですね。自己都合の場合はそうです。なるほど、なるほど、はいはい、なんで、まあ、その辺もね、ちょっと会社をお辞めになられて失業保険をもらいたいっていう方はちょっと要注意っていう感じですね。そうですね。はい、ありがとうございます。では続いての質問なんですけども、まあ、貯金とか投資に関しての、まあ、今後今年2022年の目標とかってあったりとかはしますか？あ、そうですね、またちょっと今年もNISAの上限マック額まで投資できたらなと思ってて、はい、なんで、まあ、まだ収入がない状態なんで、はい、その6月ぐらいから就職して、そこから貯金して、今年いっぱいで、まあ、120万ぐらい貯金できたらな、みたいな感じで思ってます。はい。で、ちなみに何に投資をされてるんですか？僕は、あの、SP500 に投資してます。はい。理由としては？やっぱ、なんだろうな。はい。留学長。あ、そうですね。留学長が、おすすめして、ね、してるからって言われるのがあまり考えてないように見えるんですけど。まあまあまあ。ちゃんといろいろ勉強しつつ。まあ、いろいろ見ても、やっぱり、うんうん、あの、とりあえず、長期で見るんやったら、うん、SP500 が一番、なんだろう、安定してるって、うん。まあ、あの、リターンも多いですしね。はい。はい。っていうので、SP500 に、向井さんは投資されてると。はい。ちなみに、あの、NISA って、積み立て NISA と一般 NISA があると思うんですけど、はい、向井さんの場合は一般 NISA？ あ、一般の方で、積み立てじゃない方です。はい、ちなみになぜそれを選ばれたとかって、なんか理由がもしあれば。あ、なんかその、今ちょっと貯金がたくさんある状態でついつい無駄遣いしそうになるんで、うん、できる限り投資をしようということで、お、一般NISAの方に。なるほど。ちょっと上限額が多い方の、そうですね、をした方がいいという判断で、はい、やれたわけですね。はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、まあ、先ほど生活費紹介の時に、まあ、同棲の時と一人暮らしの時でね、あの、ご紹介させていただいたんですけども、はい、まあ、過去になんか浪費化時代とかってありますか？浪費した時とか。あ、まあ、どっちかって言ったら今も浪費化に近いんです。あ、そうなんですね。はい、ちょっとまあ贅沢してるからみたいな。そうですね。なるほど、はい。で、昔はどうでしたか？あの、昔はやっぱりあのコンビニでの無駄な買い物が多かったなみたいな。なるほど。で、まあ退職して時間もできたから、そういうのも入ってったって、ね、余裕ができたというか、うーん、っていうところですね。ありがとうございます。で、あとはまあ先ほどもちょっとちらっと出てきました、僕の動画の企画としてやるってなった時に生活費をつけて、ね、ちょっと節約しなきゃなっていう思いになったわけですね。まあ、つけなきゃ分かんないですね。はい、ありがとうございます。ちなみにその、まあ、ちょっと浪費か、まあ、プチ贅沢とかもあってしてたわけじゃないですか。で、節約しようって意識になったと思うんですけど、はい、まあ、そこから得られた教訓というか、なんか、まあ、反省点みたいな何かあったりとかしましたか？今後に生かそうみたいな。あ、やっぱりその自分の出費を数値化するというか、うんうん、それが一番大事だなと思います。そうですね。ちょっとね、今まではつけてなかったわけですもんね。そうですね。なんか節約してるだろうって勝手に思い込んだけど、うん、実は全然そういうことなくてみたいな、はい、まあ、つけてみたら、あら、びっくり、ちょっと多いぞみたいな。結構ありますもんね、それ、はい、僕もありますけど。だから、そこは今後節約とか貯金とか投資したい方はつけた方がいいよというところで、はい、やっぱ支出を把握
するのが一番大事なことだそうですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、向井さんが節約や投資を始めたきっかけとか、あとはお金が一番たまり出した理由とかがあればちょっと教えてほしいです。まあ、まず投資節約のきっかけは間違いなくリベラルアーツ大学の亮さんがおかげだと思います。はい、なるほど。だからもう同棲時代から富山の時からちょっと意識し始めた。あ、そうですね。そこから意識し始めました。おっていうことですね。で、お金がたまり出した一番の理由とかきっかけとかありますか？ああ、正直なんだろう、支出かよりも、うん、会社でどんだけ給料出金出るかで貯金が決まってくるみたいな。ああ、なるほど。だから向井さんの場合は節約っていうのも頑張って働いて稼ごうみたいなイメージですか？いや、正直給料出金も出たくなかったんですよ。あ、そうなんですね。やむを得ずみたいな。いやいや、やむを得ず出てるから、はいはいはい、勝手に貯金が貯まってくるみたいな。あ、なるほど。そういうスタンスだったわけですね。はい、なるほど。まあ、本当環境が生み出した貯金だったと。そうした。いうことで。そうです。はい。ありがとうございます。ちなみにそのリベライのね、YouTube と出会って、はい、まあ、節約とか貯金とか、あと投資をするようになったということで、なんかいろいろ両学ちょっといろんな動画出したりとか、あと本とかも出してる、はい、と思うんですけど、一番向井さんにとって、なんかためになったことだったりとか、なんかこれ学びになったなとか、なんかそういうのあったりとかしましたか？やっぱふるさと納税でとかですかね。へー。それはなんか理由とかありますか？目に見えてその支出が抑えられたりとか、あと不動産か。不動産の話もあって、まあ、引っ越しのこととか、はい、特にその一番大きいのが仲介手数料か、普通は半月分しか取れないんだけど、みんな普通に1ヶ月分取ってくるので、はい、そこはちゃんと知識で押さえておくとだいぶ変わるなみたいな。そうですね、まあ、本とかと、あと動画でも言ってると思いますけど、入居費用と退去費用でね、はい、まあ、仲介業者さんにうまいこと、ね、口車に乗せられないようにまあ削れるところは削ろうっていう知識を得たことは結構大きかった。これ結構でかかったですね。そうですね、結構ね、うん、万円単位で、ね、動きますからね、はい、でかいです。ありがとうございます。では続いての質問なんですけども、向井さんが昔やってたおすすめの節約法があれば教えてほしいです。昔やってた、あ、今はもうやってるんですけど、はい、節約っていうのは健康法なんですけど、オートファジーっていう健康法がありまして、はい、まあ、簡単に言うとプチ断食っていうんですけど、16時間何も食べない期間を毎日設けるっていう、僕の場合は、夕方の、6時ぐらいかな、ご飯食べたら次の日の朝10時まで何も食べないみたいな、で1日2食にして健康にもなるし食費も減らせるみたいな。なるほど、一石二鳥みたいな、はい、そう、最近ねそのプチ断食も流行っててね、その朝抜いて、まあ、睡眠時間も込みで16時間空けると、はい、僕の場合はそうします。で空腹にして腸内環境とか、はい、いろいろ健康を高めてっていう感じでやってるわけですね。きっかけは何だったんですか？きっかけは多分大吾さんの動画なんかな。あ、へえ、うん、たまにそっちの動画も見てるんで。あ、なるほど、はい、なんか最初の目的としては節約にもなるしやってみようから入ったのか、健康になるためにやろうっていう、なんかどっちの意識が高かったのかみたいな。なるほど、もともと朝食べてなかったんですよ。あ、そうなんですね。だから余計に意識するみたいな、その16時間空けるって食べないようにしようっていうところで意識して、はい、今にもそういう意識で節約してると、はい、いうことでありがとうございます。続いての質問なんですけども、向井さんが節約貯金投資をしているなんか目的、その先にある未来は何なのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。まあ、今節約している理由は当然無職だから、はい、当然支出を減らした方がいいっていう話なんですけど、うんうん、はい、将来的にファイヤーを目指してて、はい、やっぱりその自分の意思で働いて自分の意思で生きていくっていうのが大事だと思うんで、なるほど、まあ、生活のためとかお金のために働くっていうよりはっていう感じですか？そうですね、そこをゴールにしたいなみたいな。お、なるほど。ちなみにそのファイヤーするためになんか今後こうしてこうみたいなのあったりとかはしますか？まあ、ある意味今の状態が疑似的なファイヤー状態、まあ、生活自体はそうですね、そうですね、まあ、貯金だけやっていく、まあ、そう、はい、なんでそのファイヤー生活をでやっていけるのかどうか、実際、うん、そういう疑似体験を経験にまたちょっと収入を得ていこうかなみたいな。おお、なるほど。で、まあ、ちょくちょく投資にもお金回してっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。続いての質問なんですけども、向井さんがお金に苦労したエピソードとか失敗談、挫折経験などはありますか？あ、そうですね、結構前の話なんですけど、学生時代に奨学金を借りてたんですけど、うんうん、その時に結構大きめの額を借りてて、うん、それに甘えて結構無駄遣い多かったんで、なるほど、もうちょっとその借りる額を減らした方が良かったなっていう失敗談があります。ちょっと無駄遣いしてしまったのが反省点というか。そうですね、はい、まあ、結構額もね、先ほどもご紹介していただきましたけど、ざっくり400万円だから、ね、ま、だちょっとそこに甘えてしまったみたいな、はい、ありますね、はい、感じで。だ、まあ、今ね、学生でね、奨学金借りるか借りないかみたいなちょっと悩まれてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、あ、はい、まあ、向井さん的なアドバイスはどうですか？いや、でもいろんな事情があるんで、まあ、そうですね、家庭の事情とかね。そうなんですけど、やっぱ借りるときはやっぱ慎重に考えるっていうのは、うん、多分今言っても全然伝わらないと思うんですけど、まあ、当時の人じゃない、いや、僕も正直バカスが使ってたんで奨学金は、まあ、今ではね、もっと大事に貯めておけばよかった、なんなら投資に回しておけばよかったと思いますけど、確かに奨学金借りで投資に回すみたいな、いや本当にそっちいいなと
ピラにいないですけど。そう、まあそうですね。僕の場合ちょっと無利子で借りることができて、でなんなら大学生の時ちょっと企業さんからなんかスポンサーじゃないですけど、すごいですね。そういうのもあった。少額ですけどね。それを投資の知識があったら全部投資に回しとけば、そうですね。今頃ちょっとね順風満帆だったかも。まあ今も順風満帆ですけど、もっと早く、ね、もっと早く、そうです、ね。そうそうそう。だから個人的にはごめんなさい、向井さんの回ですけど、奨学金借りる時とかも、まあ、なるべくね生活費のこととかね、はい、まあ、どういう生活するのか考えつつ金額決めて、まあ、投資の知識があればちょっと投資インデックス投資、あ、そうですね、今それが一番だと思います。いいかなって思ったりとかしました。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございます。はい、では、続いての質問なんですけども、今現在無職ということなんですけども、なんかその理由とかをお話しできる範囲でちょっと聞かせていただけたらと思います。そうですね、まず仕事を辞めた理由として、そのまず富山にずっといるのもなんならみたいな、その上京したいという気持ちが強くあって、で、まあ、あと会社の不満も何だろう、特になかったんだけど、やっぱ休日出勤がすごい嫌だったんですよ。あ、なるほど、本人としてはね。そうですね、でそういうのもあってちょっといろんな理由があって、はい、まあ、東京にも出て挑戦もしたかったしっていうところで、はい、まあ、今現在無職で、で、まあ、東京で収入やるために、まあ、今後職業訓練してっていう感じなんですね、はい、流れ的には。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその退職して上京していくっていう中で、その不安とかはなかったですか？あ、そうですね、ある程度貯金があったので、うん、金銭面な問題さえクリアしたら全然いけるかなみたいな、うんうん、お、なるほど、まあ、仕事もありますもんね東京だったら。なんか仕事あるあるみたいに、まだ現実に直面してないだけかもしれないですけど、はい、うん、そういう気持ちでやってるのが結構ポジティブというか、はい、なるほどなるほど、まあ、例えばあ、仮に失敗したとしても、まあ、どうにでもなりますから。あと、まあ、出費が必要なかったら財布フリーターでも生きていけると思ってるんで、うんうん、なるほどなるほど、だからなんか生きていければいいと思ってるんで僕は、うん、だから結構不安はなかったです。そうですね、でもなんなら今ミニマリストとかそんなものも必要ないですしね。そうなんですよ。ちなみに今現在は貯蓄として240万円あるわけじゃないですか、はい、まあ、そのお辞めになれた時とかってもうちょっとあったわけですもんね、はい、いや実は車を売ってるんで。あ、そっか、それ売った金額むしろ今の方が多いっていう。ああ、なるほど、そうなんですね、はい、はい、っていうところで、まあ、実際にまあそういう貯金とか貯蓄があったからこそ今、そうですね、長い間まあ休職されて、あ、はい、あの疑似セミリタイヤというかファイヤーしてるみたいな感じで疑似体験的な、はい、ありがとうございます。続いての質問に参りたいと思います。結構、まあ、転職されたい方とか、はい、まあ、今のお仕事をお辞めになられたいっていう方とかも見てらっしゃるので、まあ、無職になる上でこれくらい貯金があるといいよっていう、まあ、あくまでね体験なんですけど、はい、向井さんの中でなんか目安みたいなありますか？最初50万ぐらいあれば、あの失業保険含めてやっていけるかなと思ったんですけど、うん、結構あの国民保険料とかって会社払いだったからあまり把握してなかったんですけど、うん、結構でかいなって。そうですね、会社負担半分ぐらいですもんね、ね、負担が、はい、辞めた後にだいたい今月3万5千ぐらいって結構でかいんだって。確かに、そっか、だからそういうのも込みで考えると50万ぐらいは、まあ、多分、あ、50万だとギリギリなんかな。ああ、なるほど、もうちょっとゆとりがあればいいかなっていう。60、70欲しいなと。あ、上京する場合はですよ、うん、あの、はい、家に住むとかだったら全然いらないと思うんですけど、うん、実家とかね、はい、はい、こんなアホみたいに上京してみたいな、はい、まあ、挑戦したい方は特に。そうですね、まあ、挑戦したかったら大体60、70万あれば、うん、最低でも、はい、まあ、地元で実家とかにお住まいになられる場合は、まあ、50万ぐらいでもいいかもしれないよっていうところですね、はい、はい、ありがとうございます。続いての質問なんですけども、まあ、先ほど生活費を見させてもらったんですが、固定費がだいぶ少なかったので、はい、固定費少なくて良かったこととか、あとプラス貯金しておいて良かったこととかがあればちょっとお願いします。あ、そうですね、やっぱり固定費把握して少なくなると、それだけでそのなんていうかな、無職で生きていける時間が増えるわけなんで、うん、そこのメンタルが強くなったりとか。確かにそうですね、はい、で貯金してきて良かったことは、まあ、貯金がある、とその分また無職の危険が伸びるんでっていう、はい、まあ、安心、だから やっぱ安心そうですね。そうですね、で、まあ、先ほどもちょっと生活費見させてもらいましたが、固定費がやっぱ少なくて、あ、はい、で、まあ、変動費がちょっと多めだから。そうですね、まあ、でもそこもね、あの、例えばちょっとお金ないってなったら変動費だからね、あの、財布切り詰めればっていう。そうですね、っていうところで、まあ、安心材料になってよかったかなということで、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、これから退職される方もしくは転職される方に向けて、節約とか貯金とかお引越しのアドバイスとかがもしあればお願いします。あ、そうですね、その自分の資質を把握して、うん、そのどんだけ無職で生きていけるかをあらかじめ把握しておくと全然安心感が出てくると思うんで。そうですね、これ確認してなかったら本当無謀ですもんね本当に生活費でのためにリボするとかね、うん、あ、それは多分一番きついと思います。一番きついんで、ちゃんと確認事前にしといた方がいいかもしれないですね、はい、まあ、それか貯金を3桁以上持つとか、うん、そんぐらいしとくと間違いなく安心かな。そうですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、お金の本とかで、まあ、参考にした本ですとか、はい、まあ、おすすめ本とかがあれば理由も含めてお願いします。間違いなくあのリベ大の、 あの本、はい、両学長が書かれた本ですね。
はい、本当の自由を手に入れるお金の大学っていう本なんですけど、はい、本当にそのお金に関するドストライクで使える情報がたくさん載ってるんで、そうですね、これ知ってると知らないとは全然違うんだなと思いました。確かにね、もう本当に状況の後押しもね、はい、してもらったっていうふうにも書いてありますけど、本当ありとあらゆるノウハウ、節約スキルもしっかり、はい、その入居退居費用のこととかもそうですし、はい、それはすごく読んどいてよかったなっていう、本当によかったなと思いました、はい、ありがとうございます。では続いてなんですけども、そのミニマリストになっていく過程で、まあ、物を減らしていく過程でなんかお金に対する価値観とかに変化はあったのかっていうのはいかがですか。あ、やっぱりなんか別人のように変わったというか。へえ。例えば具体的にどの部分で変わったなって何かありますか。まあ、そのミニマリストちょっとはずれるんですけど、やっぱりその貯金というか投資をしていこうみたいな、おお、そういう知識を得て、へえ、で何のために貯金をするのかというのも分かるようになって、おお、なるほど、まあ、ちょっと意識が変わってきた、はい、でしかもミニマリストでまあ物も買わないからより投資とか貯金にも回せるしみたいな、回しやすくなってみたいな、なるほど、まあ、相乗効果で良かったかなっていう感じですかね、はい、まあ、無駄な出費も減ったって書いてありますもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。続いての質問なんですけども、まあ、やっぱ投資とか貯金って、まあ、節約だけじゃなくて収入を増やす方も結構大事だと思うので、はい、まあ、今後収入を増やすために、まあ、仕事についてとか副業について考えてることとか目標はあったりとかはしますか。そうですね、まず転職のみなんですけど、うん、さらに就職してそこからまあ10年以内にフリーランスになっていこうかなみたいな、まあ、最初はあの副業としてちょっとやってて、うん、でちょっと安定して収入が得られるなと思ったら、また会社辞めてフリーランスになってきたらなと、なるほどっていう、まあ、ステップで考えてるわけですね、はい、ちなみにまあ将来そのフリーランスというかでその働かれる理由としてはどういう理由ですか。やっぱりその自分の都合で生きていくとか、好きな時に、はい、好きなタイミングで好きな分働けたらみたいな、そういう願いがなるほどあるわけですね。はい、ありがとうございます。興味深いのは整理収納アドバイザーの資格も取りたいって考えてる。あ、そうですね、これは何か理由はあるんですか。なんか僕もなんかお片付け好きなんですよ、うん、でなんか武井さんよく動画でそのお片付けの動画やって、はい、やってますね、僕もちょっとやってみたいな、ね、アドバイザー的な感じで、資格を取ろうと、それ取ったらなんかいろいろもっとその丁寧に説明できるかなと思って、うん、なるほど、まあ、ノウハウもね身につきますしね、はい、まあ、そういうのも、まあ、またちょっとフリーランスとか副業として、まあ、活動できたらなみたいな。そうですね、はい、なんとなくですけどありがとうございます。では、僕が聞きたいこと最後なんですけども、もし過去の自分にアドバイスをするとしたら何と伝えてあげたいですか。あ、はい、学生の頃は割と保守的だなって自分思ったんですけど、うん、実際そのミニマリストっていう言葉を知ってこの実践していくうちに自分が意外と結構挑戦的な性格だなと思って、だからその、まあ、もうちょっと過去の自分にはもっと挑戦的になっていいんじゃないみたいな、そういうふうに思いました。なるほど、実際に挑戦できるようになって良かったこととかありますか、向井さんが。やっぱ挑戦的になった頃こそ上京できるようになったみたいな、うん、多分昔のままだったら多分ずっと富山にいて、うん、多分嫌なことをあの無理やりやってたみたいな、おー、なるほど、ですけど嫌なことから逃げれるというかまあいい意味で心に従って好きなことに挑戦できる状態がいいみたいなところで、はい、まあ、昔の自分にはもっと挑戦したらって声かけてあげたいということで、はい、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、僕が聞きたいことは以上になりまして、まあ、今回の動画ではね、向井さんの生活費紹介と、まあ、節約ポイントだったりとか聞いてきたんですけども、まあ、動画のまとめとして最後に視聴者にお伝えしたいことはありますか。はい、まだ状況が成功したと言える段階ではないんですけど、今後も Twitter 等で自分の発信をしていくことで、なんか今後上京したいとかミニマリストになりたいとかそう思ってる人の手助けになれたらなと思って頑張ってます。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、今後ちょっと転職とか退職考えてるとか、はい、まあ、お金目、まあ、投資もそうですけどね、はい、まあ、同じ境遇の方とかはぜひ向井さんのね、SNS ご覧になっていただけたらと思います。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。